第二次インパ戦争は、インドとパキスタンの間で1965年に行われた戦争。第一次インパ戦争に引き続いて、カシミール地方の領有をめぐって行われた。1947年から1948年の第一次インパ戦争後、カシミール地方については、両国で分割したままの実効支配が続き、最終的な帰属は決定されなかった。 停戦監視のため、国際連合インドパキスタン軍事監視団が派遣されていたが、不穏な状態が続いていた。1962年の中印国境紛争で、悪災地に中国人民解放軍が侵攻、中華人民共和国が実行支配をするようになると、パキスタンもそれに影響を受け、1965年8月には武装集団をインド支配地域へ送り込んだ。 これに、インド軍が反応し、第二次インパ戦争が勃発した。インド軍は、パンジャーブでも、攻勢を行い、パキスタンは主勢を取らざるを得なかった。国際社会の圧力により、両国は9月20日の国際連合安全保障理事会決議211を受諾し、9月23日には停戦となった。その後は、アンモジアップ及び、 国際連合インドパキスタン監視団により、停戦監視が行われた。シケントにおいて、1966年1月4日より和平協議が開始され、1月10日に両軍の撤退が合意された。これに基づき2月25日までに、1965年8月、以前の位位へと軍を撤退させている。ありがとうございます。